はい、えー。皆さん、こんにちは。鈴木森生チャンネルへようこそ、えー。このチャンネルでは看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています、えー。今回のテーマは成長ホルモンの病気についてです。最初に成長ホルモンとその作用について説明し、えー、次に成長ホルモンの疾患について説明します。えー、そして下水体戦種とその分類について説明し、 記憶に残る復習の仕方、早期して保存について解説した後、最後に成長ホルモンの病気に関する国家試験過去問題について解説をしていきます。成長ホルモンは下垂体全容から分泌されるペプチド型ホルモンで、その作用は成長に関する作用と代謝をコントロールする作用があります。まず成長に関する作用ですが、幼少2期に骨端の軟骨細胞の分裂増殖を促して、 骨を伸長させるという作用がありますそれから特定のアミノ酸を筋肉に取り込むのを促進してタンパク質合成を促すという働きもあります成長ホルモンには代謝に関する作用もありますけれども代謝を促進して糖質脂質タンパク質の代謝を促進する作用とか肝臓でのグリコーゲン分解を促進したりインスリンに抗する作用があって血糖値を上昇させたり カルシウム濃度などを一定に保つ恒常性の維持をしていたりエネルギー不足の時に、えー、脂肪組織から有利脂肪酸の形で放出させる体脂肪動員を促進したりしています、えー、成長ホルモンの分泌が小児期に少ないと、えー、成長ホルモン分泌不全性低身長症を起こします反対に成長ホルモンの分泌が過剰になると それが骨端線閉鎖前であれば強靭症になり骨端線閉鎖後なら末端肥大症別名先端巨大症を起こしますまず成長ホルモン分泌不全性低身長症ですけれどもその原因は原因不明が多いわけですつまり特発性成長ホルモン分泌不全性低身長症が多いということになりますその他ですね頭蓋咽頭腫という、まあ、子どもに起きやすい脳腫瘍に伴って 成長ホルモンの分泌が障害される場合それから子どもの脳腫瘍の放射線治療に伴って下垂体機能が低下して成長ホルモンの分泌が障害されるといったようなこともありますけれども一番多いのはやはり原因不明の特発性の低身長症ですこの特発性の場合にはですね低身長が唯一の症状で他の症状を伴いません けれどもやはり、えー、代謝に関わる成長ホルモンの分泌不全が長期間持続すれば脂肪、えー、の代謝も低下してしまいますので、えー、動脈硬化が進行してしまうということになりますですからこれが幼少2期に、えー、診断された場合には成長ホルモンを注射する毎日、えー、病院に行くわけにはいきませんので在宅自己注射するというのが 唯一の治療法になりますえ成長ホルモン、えー、ペプチド型ホルモン、タンパク質でできているホルモンですから、これを、ね、飲んでしまうと、えー、全く効かないわけですよね、えー。タンパク質が消化されてしまいますから、ですからやはり注射をするということになりますけれども、えー、注射の訓練をして在宅自己注射という形になります。 次に今度は成長ホルモン分泌過剰症の話をするんですけれどもそのためには下垂体腺腫を理解しないといけません下垂体腺腫は成人の原発性脳腫瘍の約2割を占めていますその中にはホルモンを酸性分泌する機能性の腫瘍があってそれがホルモン過剰症を起こしますホルモンを酸性分泌しない非機能性腺腫の場合には 下水体選手を分類すると一番多いのが上から2番目プロアクチン酸性選手ですねこれになると高プロアクチン結晶になりますけれども2番目に多い成長ホルモン酸性選手になると今回のテーマである成長ホルモンの病気先端巨大症や巨人症になります。 その他副腎皮質刺激ホルモン酸性選手でクッシング病甲状腺刺激ホルモン酸性選手で続発性甲状腺機能更新症になります、えー、全体の30から40%を占める非機能性選手の場合には下垂体全容機能低下症を起こします、えー、下垂体選手の症状で、えー、どうしても下垂体選手が大きくなると視神経交差部を圧迫するので 両磁束反茂になるということを覚えておかなければいけません。え詳しく説明します。まず左目の方を見てみましょう、えー。矢印を今見ているんですけども、その矢の先端側はレンズがありますので、網膜には反対向きに映るということになります。この矢の先端の方を伝える神経が、視神経交差を通っているのがわかるでしょうか。 そこに下水体線腫があるとその部分が圧迫されて見えなくなるので左目は矢の先端左側が見えなくなります次に今度は右目を見てみましょう右目は矢の後端を伝える神経が視神経交差を通りますね矢の後端は まず、網膜では反対側になります、ね。そしてその赤い方の神経を追っていくと、その部分が下水体栓周で圧迫されて見えなくなります。つまり右目は右側が見えなくなるわけですよね。左目は左側。右目は右側が見えないということは、両目とも耳側が見えないということになって、これを両自足反毛というふうに言います。えー、これは、あね、 統計部のお、ね、単純レントゲン写真を撮ったところですね。下垂体選手があトルコ湾の中で大きくなることにより、このお輪っかの中、頭、ね、部 X 線撮影でトルコ湾の拡大というのを認めるんです。これはトルコ湾という部分が大きくなっているんですね。はい。えー、成長ホルモン分泌過剰症は、うん 多くはあ成長ホルモン産生腫によって起こるわけです下垂体腺腫によって起こるわけですねえ多くは成人で発症して手足、額、顎、唇、舌などが肥大する先端巨大症になりますえほんの少しはね、えー、子供幼少期に発症して巨人症になりますえこれらのお外見の変化はゆっくり進むことが多いんです それからこの成長ホルモン分泌過剰症、先端巨大症巨人症になると、えー、高血圧糖尿病睡眠時無呼吸症候群などを合併しますはい、えー、この人の願望とそれからレントゲン写真を比べてみましょう、ねえー、レントゲン写真でも顎の部分が突出していますし、えー、この人の顔もおね、顎が 大きくなっていますよね、えー、それから唇なんかも肥大しているということがわかると思います、えー。口を開けてもらって舌、えー、を診察すると舌も肥大してたりするわけですね。はいえー、手足や額や顎、唇、舌などが肥大するのが、えー、見た目の変化ということになります、えー。国家試験には確実に合格する学習方法があって、このチャンネルでは「ラーニングするディスカッション」の頭文字を取った LTD ですよと教えています。 国家試験には合格必勝の法則があって、それはみんなが知っていること、あなたも知っていれば確実に合格しますよということです。LTD をすればそのような状態になるので、確実に合格できるわけです。LTD はまた記憶の三原則にも有効で、理解して覚える決め、短期記憶や長期記憶に変わって忘れなくなる保存、思い出すことができる早期のことです。LTD について詳しく知りたい方は、学習方法の回をご覧になってください。それでは今回の復習をしましょう。 えー、SNS で今回学んだことを発信すると早期の訓練になりますので記憶に保存されて忘れません。Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など何でも構いません。あなたの学びでクラスメートもあそういうことかと名することができて喜んでくれます。えその時には「ハッシュタグ鈴木森生チャンネル」、「ハッシュタグ成長ホルモンの病気」とつけてください。お願いしますえ。最初に成長ホルモン分泌不全性低身長症について説明してください。 そして次に成長ホルモン分泌過剰症の原因症状合併症を説明してみてください下垂体ホルモンの分泌低下により生じるのはどれか2つ選べという問題です、はい、今回のテーマである成長ホルモンの分泌が低下すると2番の低身長症になりますよね3番の生誕巨大症は逆に成長ホルモンの分泌過剰症によって起こります 4番、アン症候群は、下垂体が広範囲に壊死して起こる下垂体機能不全症なので、これが答えになります。A さん、45歳男性は、10年ぶりに会った友人から願望の変化を指摘された。願望変化を図に示す。A さんの願望変化を引き起こしたホルモンはどれかという問題ですが、A さんは、顎ごが突出したり、唇が肥大していたりします。 えこれは成長ホルモンの分泌過剰症の特徴で、えー、願望の変化というのは先ほども言いましたけれどもゆっくり進むので10年ぐらいかけて変化をしているということになります答えは成長ホルモン分泌過剰症の先端巨大症ですねはい視神経交差部の下水体腫瘍による圧迫で生じる視野欠損はどれか、ねえー、下水体腫瘍による視神経交差部の圧迫では両持足反応を思い出さなければいけません 2番はあの、両目とも耳側が見えないが正しいということになります。疾患と症状の組み合わせ、正しいのはどれか、1番、帯状ほう疹は聴力低下を起こしません。ただ、顔面神経麻痺やね味覚障害を引き出すことはあります。慢性中耳炎は嗅覚低下ではなくて聴力の低下でしょう。下垂体腫瘍は両耳足反応を引き起こします。 重症筋務力症は味覚障害ではなく、副腫や眼鏡下垂で発症して気づかれます。下垂体腺腫について正しいのはどれか。1番、褐色細胞腫が最も多いのではなくて、褐色細胞腫はもともと下垂体腺腫に起こるものではありません。副腎随質に発生するものです。そして、下垂体腺腫で一番多いのはプロアクセチン酸性腫瘍でした、はい。2番、トルクアンの強症化ではなくて、トルクアンは拡大しました。 3番、典型的な視野障害として同盟反応ではなくて両子速反応でした。4番、代表的な外科治療として警備的な長径骨頭法による下垂体接術かこれが正しいということになります。国家試験には確実に合格する学習方法があります。今回の学びが皆さんの役に立ったらぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。